ゴールド金賞。集まれ。受賞と海外でも大活躍。いやー、なんともすごい実力派の稲学園吹奏楽部。さあ、どんなクラブか覗いてみましょう。こんにちは、部長の遠宮です。3年生が引退して1年と2年だけで活動していますが、それでも106人という大人数で活動しています。僕たちは音楽使用をモットーに、自分たちで納得のいく演奏ができるように練習をしています。たくさんの広い部屋や豊富な機材など、活動する環境がとても整っていることと、部員が多いのでいろいろなことができるということです。稲学園総合高等学校吹奏楽部顧問の小畑先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。人数が多いので、いろんなことにチャレンジすることができるというか、なるべくやりたいことはやらせてあげようと思ってるんですけども、去年マーチングに挑戦したのもそうですし、上級生がコンクールに向けて練習してる間、下級生も別のバンドを組んでマーチングやったり、まあ、吹奏楽やったりとか、いろんなことができるので、そういうところは他の学校に比べるとすごく恵まれているところだと思います。私たちの1週間の予定です。月曜日から金曜日はパート練習やソルフェージュなど基礎的なことを行っています。土曜日は時間がたくさんありますので合奏を行っています。日曜日の練習は本番前は行っていますが、原則としてはお休みです。私たちは毎日練習の初めにブレストレーニングを行っています。ブレストレーニングはイメージトレーニング、筋力トレーニングを目的とした練習です。ブレスを確認するだけではなく、学校生活から部活に切り替えるための大切な練習でもあります。発声練習は音楽の3要素であるリズム、メロディー、ハーモニーを体に身につけるための練習で、歌、リトミック、ソルフェージュ、マーチングとグループに分かれローテーションを組んで行っています。歌の練習ではソプラノ、アルト、テナー、バスに分かれ合唱します。歌詞の意味を考えながら歌うように心がけています。リトミックの練習はパーカッションパートが中心となって行っています。リズムを体で思いっきり表現する練習です。ソルフェージの練習では交流文言を使い、音程やリズムに気をつけて譜面を正しく演奏するための練習を行っています。去年から力を入れてきたマーチングの練習では、マーチングの基礎的な動きを通して一人一人が常に周りを意識することができるように頑張っています。方向性をまとめることを頑張りました。リズム練習をしたりとかして、みんなで合わせるのを頑張りました。マーチの後打ちが遅れないように頑張りました。もっと明るく、
して音。3とせーの。で、ベラス失敗しないで。聞いて音が合ってないなと思ったら自分でチューニングを修正するんだよ、はい、アルトサックスとかオーボエとか、はい、バランスの順番で、はい、1と2とテンポ感じて、もっとしっかり、ちゃんと音狙わなきゃダメだろう、はい、音の立ち上がりがね、ちゃんとみんな同じようなところで出てこないと最初に立ち上がってるパートしか聞こえないんだよ、はい、わかる。だからもう A グループとか B グループとかもっと息のスピードとかどういう立ち上がりで吹くのか意識して吹かねえとさ、はい、もうぬわーって吹いちゃうから頭でっかちの音に聞こえるし、どんなに吹いても聞こえないの、はい、だからバーってがならない、はい、もっと一番響くところでちゃんと自然にポーンと音出して、はい、いい、はい、もう一回ワンオンレッシャーで、はい、はい、ワンとニーとサンと、はい、テンポを感じて、テンポちゃんとしと揃える、ちょっと呼吸練習、ジェットシーンもやって、そう、ちゃんと喉が開くように角度つけてやんないといけないよ、下向いちゃダメだよ、はい、目線伸ばしてる音の時にテンポ感がなくなっちゃう、パッ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 パーラパッ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 パーランパッ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 ずっと感じてなきゃダメよ、はい、それから頭の音汚い、はい、タタタぶつけちゃう、もう一回、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、タタタタタテンポタランタタせーのタタタタタ、これ息入れんだろ、はい、そういうの見たら思い出せ、ちゃんと、はい、な、ここも全部そうだぞ、タタタタタってそのまま同じスピードで吹いてるから、はい、とりあえずとりあえず吹くんじゃなくてちゃんと考えを持って吹いて、はい、分かる、言ってる意味、はい、な、だからタタタタって書いてある音符そのまま並べんじゃなくてちゃんと自分の意思で考えて吹きなさい、はい、もう一回頭からいこう、はい、立って、自分から自発的に声を出してその音を狙うとか、こういう風に吹きたいとかっていう気持ちを持って、それで楽器を持つのがね、いいかなと思っているんですよ、躍動感が、お前たちの足踏みはだいたい1111なんだよ、はい、ドーン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 じゃん、ドンタッ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 、もっと1と2とって裏拍感じで、はい、太鼓とトロンボンでいこうか、ワン、ツー、スリー、フォッ、1、あのね、みんなの意識の中には音符を吹くところしかリズムじゃないと思ってるかもしれないけども、休符もリズムのうちですよ、お休みじゃないんですよ、はい、パカバッパッパーン、パカバッパってブン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 をもっと感じて、はい、ね、もう一回やってごらん、ワン、ツー、せーの、ツッタッ、考えながら、感じながら吹かないとだ、はい、ただ何気なく吹いちゃダメ、いいね、はい、はい、そこから全員でいこう、はい、今のリズムに乗る感じ、今のリズムと同じスピードでメロディー吹いて、はい、ワン、ツー、ワン、ツー、セーの、全然足りないでしょ、はいって言っときながら、言ってる意味を理解して演じして、ワン、ツー、スリー、
生涯にわたって長い期間ずっと大人になっても子供が生まれても楽器をずっと続けて音楽を続けていってほしいなっていうふうに思ってます。先生のおっしゃった通りにうまくできなかったりすると、とても激しく怒ります。怖いですけど怖いですけど怒ると叫んだってバキッてスコアをバーンってやってバーってバーンって出てきます。また先生がいない長学園吹奏楽部は長学園吹奏楽部ではありません。音楽しよう。